井上真でございます。ノーミルク佐藤です。はい、ミルク佐藤アカデミーです。今日のテーマなんですけど先生、うん、やっぱねどんなサイトでどんなスケジュール、今いらコパもあり女子ありね、ユースあり、うん、J あり、うん、みたいなすごいこんがらがってるっていうか、全部楽しみたいんですよ、はい、先生は効率よくいつも情報を取ってきていろんな楽しみどころを自分でフォーカスして構成してお話されるじゃないですか、どんなサイトで情報を取ってきながらどういう風に処理してどう楽しんでるかっていうのをちょっとシェアしたいなって、僕も知り個人的にすごい知りたいな。あ、なるほどですね。これちょっとした仕事術だったりエンタメ楽しみ術だと思うんで、いやーありがたいな、はい、そう、それは結構先生プロだから慣れちゃってることかしんないですけど、ちょっとそれは噛み砕いて教えていただきたいななんつって、せっかくね、はい、ぜひあの、うん、それこそ今後ね、ミルアカゼミみたいなこともちょっとやっていこうと思って、ゼミ、はい、その信号もう全然サッカー関係ないところで あの仕事術とかそういうところまで全然やってきたら、受けたいわそれ、もうぜひぜひぜひ、ははは、なるほど。でじゃあそれこそママさんがおっしゃる、はい、じゃあどこで何を調べりゃええねんって話ですね。いやそうですね、はい、しかも短い時間でギュッとね、みんなお時間がない中で、そうですね、どのデバイスでとかもあると思いますし、はい、うん、じゃあまずざっくりいけばなんですけど、はい、うん、じゃあ日程とか結果、はいはい、J リーグの日程とか結果であれば、はい、僕一番まとまってるなって思うのが実は2つあります。2つ、2つ、はい、皆さんメモのご用意を、はい、うん、1個が、まあ、これは当然の話をするんですけど、はいはいはい、うん、J リーグの公式サイト、はい、そうですね、僕もいつもそれを見てます。ここがまとまってなかったら、うん、もういろいろおかしいです。あ、まあそうですね、うん、ここがまとまってないことはありえない。でも意外とさ、オフィシャルのってエンタメ感なくてちょっと見づらかったりとかっていうこともあるじゃないですか。そうです、ね、でもあれは見やすいですね。あの、2年ぐらい前からに回収したんです、はい、それによって見やすくなったところもありましたが、うん、ただまだまだっすね。全然まだまだ、あのプレミアとかブンデス、はい、あ、まあ予算もねありますし、異次元ですよ。なるほど、やっぱレベルが違う。あとちなみに言うと どう違うんですか。え、あのもうデータがもうこと細かく載ってるみたいなとか。あ、なるほど、そうかそうかそうか、そうそう。あとはあのその投票系のイベントも結構多いんですよ。あ、そっか、エンタメ的にも充実してるみたいな。そうそうそう、よくあの我々この J リーグだったら、うん、やっぱりアウォーズがあるじゃないですか、年末に、はいはい、ですね。で、あれって一応選手たちが選んでとかってのもあるけど、うん、あのファンが選ぶベストイレブンとかって公式やってたりしないじゃないですか。なるほど、なるほどね。そういうあの双方向型のコンテンツもかなり多かったりするので、うん、あ、そうかそうかそうか、はい、あとまあ J じゃないんですけど、うん、あのあすごい面白い作りしてるなって思うのは、うん、ちなみにおこしやす京都さん。あ、京都さんが、おこしやす京都が、はい、あの実はあの普通より横型じゃないですか、はい、例えば何見るにしても横書きというか、あ、文字の列が、あ、お京都さんは縦なんですよ。縦に書いてる、はい、俳句を書くように、そうお京都っぽく、そうすげえ素晴らしい。うわー、それすごいね、はい、いやすげえセンスですね。センスですね。なるほど。であともう一つ、先ほどのサイト作れるんですね。どっちにスクロールするんですか、左に。あ、それも基本構成は通常と一緒なんです。ただ縦書きの部分が多いって。すごい、へ、これはだから、あ、なるほどねっていう思わせる、ね、京都のストロングポイントを使ってんだね、はい、あ、でもまあさ、京都ってどうしても京都サンガの感じなんで、お京都、お越しやす京都は今、何リーグですか。関西リーグになるのかな。なのかな、はい、はい、まあ、いわゆる地域 JFL を目指してやってる、ね、そうですね、お京都、はい、はい、でございます。チェックしてください。そしてその、J リーグ公式サイトと同じようにある程度こうまとまってるなと言えるのが、はい、ヤフーさんが連携してる、いわゆるスポーツナビさん、はいはい、いわゆるスポナビさんですね、うん、スポナビさんの J リーグのところが一番見やすいんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えば J リーグだったら、はい、J1、J2、J3、そしてカップ戦ですね、うん、ルマンと天皇杯、ACL で、ここら辺だったらまとまってますし、あと海外であっても、うん、そうですね、プレミア、ブンデス、セリエア、うん、あとはリーガンもそうですし、あとはフランス、オランダ、ポルトガル、ベルギー、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグと入ってますよと。あともちろん代表戦もここで大体見れるので、なるほど、スポナビさんかまあどっちかかなってのは思いますね。僕はあの J リーグ あのサイトをメインで見てますけど、スポナビさんのいいところはスマホでやっても、あの試合ごとで振り返る、そうですね、そしてそこにデータプラス交代選手、そしてスタッツプラス、そこにダイジェスト動画が一気についてるんですよね、はい、それはあの何試合か1チーム振り返ろうっていう時にすごい便利ですよね。便利ですね、うん、そしてスポナビさんのいいとこかなと思います、はい、対戦相手を3試合見ようと思ったらスポナビさん便利ですよね。そうですね、うん、そして、はい、もし海外見たいよという方は、はい、そのスポナビさんでもいいんですけど、実はね、あの、はい、日本語系のコンテンツだと、はい、あの確実にめちゃめちゃ遅れるんですよ。あ、そっか、トランスレートの手間があるから。そう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 、それもあって約ね、うん、通訳しなきゃいけないからね、10分ぐらい遅れることとか結構あるんですよ。でも10分なんだ、はい、はいはいはい。で一番いいのが早いのが、フースコアドドットコムさん。
はい、フースコアドドットコムさん、はい、これは英語のサイトですか。英語です。あ、英語です。誰が決めたのってことですね、フースコアード。素晴らしい名前ですよね。あ、なるほど。誰が得点者ってことでしょ。そうです。でもともとうちの会社はこのフースコアード .com の日本語版を作ろうとしてました。へ、あ、モデルとしてね。そうなんです。はいはい、なるほどなるほど。でただまあいろいろあったんですけど、うん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 、ただミルワカを頑張った結果で僕はまたこのフースコに、まあ、通称フースコって僕呼んでるんですけど、これも業界では常識なの。結構みんな知ってると思いますね、業界の方だったら。そうですか。でこれの日本語版をこう作って出していきたいなっていうところですね。なるほどなるほど。ほう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 。はい。フースコアドットコムね、はい、概要欄に貼っときましょう。はい。うん、でこれはねすごいですよ。リアルタイムでもろもろ更新されるんで、はい、例えば、途中交代がありましたとかってまああるじゃないですか。どの試合に関してもですか、これは。ね、どこの辺をカバーしてるんですか、これは。もう全世界と言っておきます。え、 J リーグも。J もですね。ただ、うん、あのちなみに言うとマーサに今ちょっとお見せしてるんですが、はいはいはい、まあこんな感じ。あ、今やってるっていうかウルグアイ対エクアドルのように、例えばある今日やった試合ですね。そうです。ウルグアイ 4-0 で勝ったんだ。そうなんです。はあの、こういうフォーメーションだとかも、さっき電車で見てる人に話しかけました私、はい、フォーメーションだとかも図解している状態になるんです。あ、すごいわ、本当だ、うん、プラス得点者イエローカード、まあそうですね、我々がやってるプラス、そうですね、いわゆるレーティング支配率をグラフで表したものとか、そうですね、あと評価点なんかも実はもうプレーごとにもう、あのもう1分単位ぐらいで変わっていくような状態になって、これはマニアックですね。すごい。これはどのぐらいのスタッフで回していると思われます？いや、めちゃめちゃな人数だと思います。そうでしょ、100人体制でしょ。あ、でもね、あの、うん、データに関してはあの購入すればある程度どうにかなるので。なるほど、はい、だからいろんな分業で作り上げてる部分は、データに関しては多分2億くらいあればどうにかなると思うんで2億え、だって2億でデータ買えるってなったらその分人材いらないような状態になるので、人件費がかからないと、ね、だからもしかしたら10人ぐらいでも全然いけると思います。僕ももともとこれ10ね、うちの会社当時とか12人ぐらいでこれ回せるんじゃないかなと思ってやってましたから。そういうのやっぱ試算して、あとそうですね、広告だけあと考えたりとか、あとページビューっていうんですけど、どれぐらい見られるかによってで結構できるかなっていうところありますね。これも広告媒体でスキーム立ててるってことなんですね。そうなりますね。フースコア .com ちょっとチェックしてみてください、はい、皆さん、うん、あと同じような感じで言えば、はい、これあのデータ見たい方にとってはこの、うん、英語ですけどね、さっきのね、はい、うん、データ見たい方にとって言えば、うん、海外だったらあとソファスコアというものがあって、ソファスコア、はい、まあ、ちょっとフースコアに似たような形なので、はあ、あとサッカーウェイとか、まあ、いろいろあったりするんですけど、サッカーウェイ、じゃあ、はい、全部一応貼っときますんで、はい、皆さん見といていただいて、はい、まあ、でもただ全部英語なので、うんうんうん、海外に関してはそれこそあの英語をこう1分以上見てるとどうしてもアレルギーがとかっていう方にとってはちょっとまだ厳しい。でもな先生、みんなサッカー好きだからさ、まあ、なんとなくわかるじゃん。でもね、まあ、うん、それを日本語でミルワカが作ればいいんじゃないか、うん、僕は思ってなんで小声なんですなんで皆さん、ご支援の方でよろしくお願いします。ね、あとはカレンダー系ですよね。あ、そうですね、サッカーカレンダー、今日なんか海外、J リーグ関わらずなんか時間できました、今日夜はなんかお酒飲みながらサッカーで見たいなとか、はい、っていう時に今日世界中でどんな試合が日本も含めですよ、はい、行われててどこで見れるのかなみたいのがちょっとね一目で分かりたいみたいな。一番はねやっぱりそのね、はい、フースコアルドットコムさんにはなると思います。あ、そうですか。例えば、あ、今そこに行っていただいてます。でフースコアドットコムのトップからどこに入ればいいの、これは、ね、ライブスコアーズっていうところを押してくれればその日で行われる試合がダーって書いてあるんですけど、これ今マーサに見せるのが結果ですね。はあ、はあ、はあ、はい、フィンランドリーグとかそういうところまで、あとノルウェーとかね、なるほど、あ、なるほど、まで全部載ってるような状態になります。なかなかでもどこで見れるのか分かんないですもんね。そうですね、あと日本語だったらこれあんまりなくて、まあ細かいサイトとか実はあったりするんですけど、ちゃんと明日の8時ジャパン対チリも載ってますね。そうなんです。とかあとはねフオリクラッセさんっていうところとか、でもやっぱりある程度じゃあ J だけでいいよとか、あの国内コンテンツだけでいいよって方々にとっては、うんうんうん、やっぱり J リーグとかスポナビさんがある程度まとまってるのかなと思いますね。あとあの劇坂さんのカレンダーページもいいですよね。あ、いいですね、分かりやすいですね。あそこで今日は J2 第何節と J3 何節、あ、これだけなんだと思うし、うん、あとはいきなり高円宮杯がブワッとあそこはね、劇坂さんは分かりやすいですね、そういうユース年代とかまで揃ってるから、はい、ある程度まとまってるんだったら、もしくはやっぱりスポナビか、あとサッカーキングさんもそこそこまとまってるところあったりするので、あ、まあ、サッカーキングがいいか、そうですね、うん、ぜひ見ていただけたらなと。なるほど。であとはですね、あの細か、うん、あのちゃんとしたそのことすごい細かいデータとかあまりないんですけど、いわゆる自分たちのもので、ある程度こうまとめてくれてるよってところだと、うん、フットボールラボさんですね、うん、
フットボール LAB さんね、はい、まあデータスタジアムさん、これは面白いですね、はい、はい、ここのデータスタジアム社がやってるものにはなるんですけど、うんうんうん、結構皆さんこういうの見たりするんですかね。どうなんですかね。僕はもう全然サッカー業界に全然いわゆる入る前から僕は大体こういうのずっと見てたんですけど、あ、そういう人だからこの世界に来たみたいなとこありますもんね、はい、であと、うん、もう一個言うんであれば、遺跡、うん、遺跡、はい、試合中データフットボールラブさんがいいですよね、はい、遺跡とかに関してもあるんですか。遺跡に関してまとまってるのがサッカリンさん、はあ、サッカリンは見たこと、サッカーカレンダー提供してるとこでしょ。そうです、スマホに流し込んでくれるとこ、はい、そう、遺跡もやってんの。遺跡やってます、超面白いですよ。サッカリンさんってあれ個人ですか。ちょっと分かんないんですよ、ね、結構ね、すごい情報量だよね。各媒体の誰がやってるか分かんないって結構多いんですよ、ね、でしょうね。めちゃめちゃ多いんですけど、サッカリンさんのまとまり具合は異常です、うんうん、あれはもう皆さんも毎日見ておくべき、そのいわゆる夏とか冬 その遺跡の時期に関してはもう絶対見ておくべき。あとプラスその同じ遺跡で言ったら海外版だとこれはもう鉄板、絶対鉄板なんですけど、トランスファーマーケットさん、もしくはトランスファーマルケットさんとかって言ったりしますけど、があって、そうなんです、市場評価額とかも全部載ってるんですよ。もうあれだ、サッカーゲームでもあるようなコーナーみたいなのが現実で動いてるってことだよね。そうなんです。はあ、もう一回何でしたっけ、トランスファーマーケット、トランスファーマーケットさんですね、なんかもありますね。なるほど、この情報強者であることがまたね、面白さを増すあれかもしれないですね。そうですね、面白いですね、インターネット時代はね。あとだからあとは細かいデータだとか、うん、あと細かな、例えば U21 欧州選手権とかっていうのはなかなか日本語になってなかったりするんですけど、はい、 ね、そういうものを全部日本語化してるのがうちのエボルビングデータ、あ、エボルビング、ここ忘れちゃいけませんね、うちね、先生ね、クレイジーデータサイト、そうです、でそのエボルビングデータっていうのが笑うけど、はい、エボルビングデータの記事俺超面白いと思いますよ。ありがとうございます、はい、偏愛コンテンツ変態編集者たちが作ったね。そうなんですよ、はい、で日本だからある程度こうなんだろう、名前出しながらやってる、はい、結構変態なコンテンツがいくつかあって、まあそれ、まあ、うちもそうですけど、あとね、サッカーデータベースさんっていうところがあって異常です。サッカー DB、 サッカーデータベースさんは異常です。異常なんです。ここどう異常なんですか。え、だって高校年代からデータまとまってるんですよ、うんうん、スタッツとか、はい、今個人評価点、例えば柴崎岳って検索 するとするじゃないですか、はあはあ、我々からしたらやっぱ日本代表の柴崎岳とか、はあ、もちろん、しかも魚部と鹿島とか、魚部っても青森山田ぐらいだから、青森山田のデータ出てくるんですよ。いやー、寄付が残ってるってことですか。そうです、囲碁でいうところで、はい、あ、1年生の頃のこの試合がどうだったみたいな。そうで、その時のだからレギュラーメンツとか出てくるから、あ、こいつとこいつここでやってたのとかっても分かる、まあ、なるほどね、ドラマを紡いでいけるわけだ。そうなんですよ。いやー、よかった、お笑いにそういうのなくて滑ったのバレちゃうキャラ変更する前のやつがバレちゃう、はい、でそれが全部残ってるので、すげえ、ぜひ見ていただきたい。なるほど、サッカーデータベース。でちなみにですけど、今あの見る赤のこのライブでとか、うん、あと見るととの時に今、うん、あの新しく今ゲーム作ってるんですなんて話してるじゃないですか。そうですね、実は、うん、エボルビングデータとか我々ですね、この見る赤×サッカーデータベースで今作ってるんです。あ、そうなんだ、はい、すごい情報量だね、それは。信じられない情報量ですよゲームと俺全然ピンとくってないですけど、何かが出来上がろうとしてる、何かが出来上がろうとしてる。はあ、すごいね、はい、これやっぱりこのミルワカにたどり着いていただいてる方とかはいろいろね、そういうことに興味もおありだし、それぞれ今言ったようなこともそうだし、皆さんが知ってるのを教えていただきたいし、うん、それを先生は先生なりに組み合わせてそういう形にしてる、トークを講義としてやってる、僕はそれを聞いたり面白おかしく流したりする仕事だし趣味でもある、はい、皆さんがそういうのどう生かしてどういう風に楽しんでるかも教えてほしいですね。そうですね、また新しいものが響き合う可能性がございますな。そうですね、これは最後になんで全体まとめた上でもちょっと後付け加えた方がいいんですけど、なんでまずそうだな、まあ、ニュースを見たいのであれば、はい、もう各メディアさんですよね、うん、キングさん、はいはい、まあ、ダイジェストさん、はい、フットボールゾーンウェブさんと、うん、こんな感じのところです ね、 なるほどね、見ていただければいいし、うんうん、あと戦術、戦術に関してで言えば、フットボリスタさん、あ、はいはい、老舗ですね。もしくはあのレオザフットボールさん、あ、もうちゃんとしてるよ ね、 ね、うん、でもしくは、はい、そこまではちょっとまだ難しいよって方にとっては、はい、ミルクサッカーアカデミーさんそうだね、いや、そこでやりたいのよ本当に、はい、あの
ね、もちろん先生とかはドエキスパートだと俺は思いますよ、はい、ただそのドエキスパートにたどり着かないで、っていう人が多いんですよ。サッカー好きなのに、まだね、やってたのに、はい、とか見るの好きなのに、だからなんていうのかな、ほんわかした部分からそっちの世界に来ていただきたいなっていうのもあるし、だんだん、ね、あとはもう、うん、たまにね、あの僕もだからフットボリスタさんとかも超えるようなドギツンのどっかでやりたいなと思ってますけど、はいそうね、まあそれはね置いといて、たまにケーキの中にわさび入ってる時ありますからそれでいいと思いますよ。なのに愛情で包んであるみたいな、ね、感じですね。そういうことなんですよね、はい、であとデータであれば先ほど言った通りサッカーデータベースさん、フットボール、うん、ちょっと一回レオ君来てくんないかな、ここに ねここにここにここに、うん、ですね。あとでも音だからバレないから俺が真似したらいいのかレオです、置いといて、どうもレオズスっつって今数もサッカーでやってねえよ、誰どのレオだそれレオズスっつってそっかですね。あとはそのデータだったら、あとフットボール、あ、ごめんなさい、フースコアドドットコムさん、もしくは、ソファスコアさんとか、そこら辺見ていただければいいんじゃないのかなっていうところですね。ほうほうほう、いろんな人のお仕事の上にいろんな情報が紡ぎやすく並べてあるってことですね。そうですね。あとはもう、あの、個々のね、いわゆる自分のこの推してるチームが見たいんだって方にとっても、はい、それぞれいろんな番組あると思うので、ちょっと見ていただければ。それはね、今私がこの間言ったあのコミュニティ欄にそこが集まってきてます、ね、一回私がそこのハブとなってですね、いろいろあのお伝えしていきたいと思います。ぜひともご確認、もっとどぎついやつも教えてくださいよ、はい、個人のほんとフォロワー5ぐらいのやつも教えてください。すげえな、ね、それそんな中にみんなで素晴らしくそれ彼らをスターに、いやていうかなかなかそれだったらそれこそ面白さもあの、はい、僕こういうこと発信してるんですなんて言われる、全然教えて、ああそうですね、そのあの当人の方にご自分でもね、はい、こういうの始めましたっていうの言ったら、ここでまたねみんなでそうですね、いじってこうしましょうとかさ、はい、できると思いますので、あそれは面白い、素敵なことですね、まあ、一つのうねりなんか作り出されても、はい、面白いかと思います。そうですね、もう若者から年齢性別関係なく、はい、こういうなんかサッカーの全てをみんなで語り尽くしながら遊んでもう味わっていこうというチーム、そうですね、コミュニティになれたらいいなと思ってますので、はいはい、いや勉強になりました。またもう永遠に暇つぶせます。いやもう全然です、はい、ですもんね、もちろん、はい、この、 あのタイミングはね、日程が深くこう絡み合ってる時期だからこそ一回、ね、そうですね、いろいろ見ていただきた方がいいんじゃないのかと思います。あとはもうちょっとノーミルク佐藤の仕事術、スピード術、情報処理術をちょっと垣間見た気がしましたんで、このサイトを見ながらまたいろいろ皆さんも感じることあります、ご感想、はい、意見、そしてさらなるご質問があればこの第2回、そうです、ね、第2回やっていけたらいいと思いますけど、はい、皆さんが知っていることも教えてくださいということでございました、はい、いや勉強のアカデミーですね、アカデミーですね、ありがとうございました。もうねこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まだまだサッカー楽しめると思いますね、頑張りましょう、チャンネル登録をぜひねよろしくお願いします。お願いします。ライブ配信その他も、概要欄に書いておきます。今日の紹介しました、サイト、そして我々のサイトもね概要欄に書いておきます、はい、そしてエボリューミングデータの方もぜひね狂ってますから、いやもう みんなね、うん、もうみんな全部をよろしくお願いします。そういうことですよね、はい、はい、というわけで、プレーンなコメディアンと、クレイジーデータマンでお送りしてますミルクサッカーアカデミーまた明日の朝お会いしましょう。お会いしましょう。でした、ありがとうございました。ミルク佐藤先生にお伺いしました。